どうも、横浜 YouTuber の朝日です。本日は横浜の治安が悪いエリアベスト3を紹介していきます。こちらは平成29年の横浜市の18区別の人口と犯罪件数で犯罪率を出しました。面白いのでぜひ最後まで見てください。横浜 YouTuber ではいろんな横浜のエリア情報やあるあるなどいろんな動画を出しているので、ぜひ他の動画も見てみてください。ということで早速やっていきましょう。まず横浜の治安が悪いエリアベスト3のうち第3位は港北区です。いろいろメモってきたので、それをね見ながら話していきたいと思います。港北区の人口は348,737人で、横浜市内の人口順位では18区中1位です。そして犯罪件数は2134件で、犯罪率は 0.61% です。まあ、これは意外ですね。本当に驚いた。まあ、港北区と言ったら治安が悪いイメージというよりは綺麗な街並みとかね、結構高めの住宅街があったりというねイメージだったんですけど、まさかね3位にランクインしてくるとは思わなかったね。まあ、人口も多い分変なやつも一定数いるって感じなんですかね。軽くいろんな情報を調べてみた感じだと、車上狙いとか空き巣とかが多発してるらしくて、空き巣注意みたいなね書き込みとかが多かったです。まあ、もしかしたらねお金持ちとかも多いから、もう空き巣とかね入る人も多いんじゃないかなって思いましたね。はい、続いて第2位の発表です。第2位は西区です。西区の人口は100,048人で、人口順位は18区中18位です。犯罪件数は1230件で、犯罪率は 1.23% です。はい、ついにね犯罪率が 1% を超えたということで、先ほどのね3位の港北区から約ね2倍の数値が出ています。まあ、だからね港北全然治安悪くないんじゃないかって思うんだけどね、西区の方がね港北区より2倍の犯罪率ということで圧倒的ですね。まあ、西区にはやっぱり横浜駅もあるから、まあ、犯罪率がやっぱ高めになるのかなって思いますね。軽く調べると西区ではわいせつとか痴漢のね犯罪も結構多かったです。まあ、横浜駅もあるからねそういう犯罪も多いんだろうね。まあ、体感で、まあ、そこまで治安悪いかって言われたらねそんなに悪くはないと思うんですけど、まあ、自分が知らないだけでね1日のうちに、まあ、4件くらいはね犯罪がどっかしら起きてるっていう感じですね。はい、そしてね最後に1位の発表です。もうね皆さん大体予想できてると思うんだけどね、1位は中区です。はい、中区来ましたね。やっぱり1位は中区かと。中区の人口はですね149,155人、人口順位は18区中15位です。犯罪件数は1958件、犯罪率は1.31% です。まあ、やっぱり横浜の人だったらね、もう中区が1位だろうなっていうのは薄々感じてたとは思うんですけど、まあ俺もね、この犯罪率とかいろいろ見てるときに、まあ1位中区だろうなと思ってね、見てました。中区での犯罪は、まあ調べてみると7割とか8割くらいは窃盗とかそういう盗み系でしたね。あと中区は風俗関係の犯罪も区の中ではトップでした。ということで、いかがだったでしょうか。まあ3位の港北区が意外で、1位と2位がね、まあやっぱりなって感じでしたよね。まあ普通に予想では、まあ1位2位はまあ固定だとしても、3位がまあ鶴見区とかねそんな感じだと思ったんですけどね、全然違かったです。これからも横浜 YouTuber では横浜はねネタをねいろいろ取り上げていくので、ぜひねやってほしいこととか紹介してほしいことがあったらコメント欄で教えてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。